愛に満ちた最終回。それぞれの星は未来に向けて輝き続ける。星降る夜に、ついに星降る夜に出会った鈴と一星の物語は最終回を迎え、安定感すら感じる仲良しカップルっぷりに、キラキラした気持ちで見終わることができました。深夜の方も10年間手をつけられなかった亡き妻彩子と過ごした東京の家を親友北斗に頼み、遺品整理することができ、深夜の人生にとって大きな一歩をやっと踏み出すことができましたね。予告の段階から深夜がついに遺品整理をお願いするという情報は入っていたので、絶対泣くやつだと心構えして見てはいましたが、思っている以上に亡くなった方との思い出と向き合うって心が締め付けられ苦しい感覚になるんだなぁと感じました。しかも深夜は赤ちゃんができたことが嬉しくてベビーベッドを買っていたり、アクセサリーや衣服に彩子の空気を感じたり、ドラマとして見ているだけなのに辛い気持ちでいっぱいになってしまいました。その思い出たちを全処分すると決めた深夜の覚悟は相当なものだと思いましたが、その覚悟や決断に至るまで10年かかったんですよね。中にはきっと自分が亡くなるまで遺品を大切に取っておく方もいると思いますが、深夜は鈴と一星と出会い、バンとも出会い、きちんとお別れして住もうと思ったんだと思うと、この出会いは必然で運命的なものを感じますね。整理され何もなくなった部屋を見た時の何もかもなくなってしまった感は胸が押しつぶされそうになりましたが、深夜はぼんやりとしていて、こんな時でも泣くことができないのかとこの時は心配になりましたね。でも一星がこれだけご確認くださいと取っておいてくれた箱の中身、彩子から深夜、そして息子として生まれるはずだった一星との三人お揃いのスニーカーのプレゼントを見て、ついに涙を流すことができ、その姿に胸動かされ、こちらも大号泣してしまいました。そして、どうしてもっと一緒にいなかったんだ、と、三人でこの靴を履いて歩きたかった、と悔やむこともできて、やっと深夜の心が、素直に動き出してよかったなぁと心底思いました。深夜が息子を一星と名付けたのは、もともと彩子が星が好きで、そこから二人で星を見ていて、一番星みたいにこの子のことをどこにいても一番に見つけたいという思いがあったとのことで、自分の尊敬する鈴のそばに同じ一星という名前の青年が現れた時はどんな気持ちだったのかなぁと思うと、もう一度出会いのシーンを見返したくなりましたね。最後にはマロニエ産婦人科医院を離れて修行に出ると決めた深夜に、一星が俺は深夜のこと好きだよと伝え、それに対し俺もだよ一星と答えていて、息子の一星のこともよぎって、すごく感慨深いセリフだなぁと感じました。深夜にとって、時を止めてしまった現場にいた鈴、その時を動かす現場にいた一星、その二人が恋人同士だなんて、深夜としても、より一層かけがえのない二人になったと思うので、この縁は、北斗が言ったように、月と太陽と地球のようにずっと結ばれていくんだろうなぁとしっくりくるものがありました。バンは散々恐怖をまき散らしていましたが、心現れるとものすごく腰の低いおじさまになっていて、
銭湯でのやり取りや、スーパーで半額シールを貼ってくれるところとか、むしろちょっと面白くて安心しましたね。雫も明るくニコニコしていて、なんて可愛いんだと思っていたら、すず、いっせとまさかの呼び捨てで、この子は大物になるなぁと思わずにはいられませんでしたね。それぞれがハッピーエンドを迎えていて、春と歌には可愛い赤ちゃんが生まれ、看護師犬山のピンクエンペラーは円満解散。お叱れと結婚した伊達も無事出産した上に、ラノベ作家の旦那は大ヒット作を生み出したとか。さらに桜はチャーリーとお付き合いを始めたようで、幸せいっぱいでひたすら楽しい気持ちになりましたよね。くせ者揃いのポラリスメンバーも、変わった T シャツの岩田は支店長になり、春はチーフに昇格、リーゼントの桃野は手話教室の仲間となり、みんなの成長が描かれていて、これから先ももう少し見たい気持ちになりました。その中でもラブラブ絶好調でラストを迎えたのは、もちろん鈴と一星。ツイッター上でも素敵なキスシーンや綺麗な海とのキスシーンもいいと、美しいキスシーンのオンパレードに見とれてしまいましたね。ただ思い出の踏切で一星が再び鈴に思いを伝えるところで、好きだが愛してるに変わったところまでは感動だったんですが、キスと同時にイルミネーション点灯はドラマらしい演出すぎて一瞬ずっこけそうになりました。さらに遅刻遅刻って出て行ったのに二人同時に戻ってきてキスしちゃうとか、ドラマだから許せる、でも何やっとんねんという気持ちもなきにしもあらずで笑っちゃいましたが、そんなラブラブな二人が可愛すぎるので、すがすがしい気持ちで終わることができました。二人の出会いからこれまでの回想シーンがふんだんにあり、思えばほぼ一目惚れのような出会いから始まり、お互い自分の持っていない部分をちゃんと支え合って確かめ合ってきたんだなぁと振り返ることができましたね。すずの手話スキルもめきめき上達したようで、映画を見に行った時には一星にうるさいと言われちゃったり、それに対し静かじゃんと手話で言い返していたりと、すずの飾らない感じが増していて可愛かったです。ちょこちょこ喧嘩や言い合ってるところがあっても、その場で解決させる素直さと愛が二人ともあって、そんな関係に終始憧れを抱いていましたし、どこのリゾートハウスですかみたいな二人の新居も夢があってよかったですよね。産婦人科医としての性と向き合う部分、遺品整理士としての死と向き合う部分、大きく命と向き合う時間もたくさんもらえました。と同時に、耳が聞こえないとか10歳差の恋愛と普通に考えたら障害になるようなことが、この作品では大きな問題ではなく、それを踏まえた上でただの人間同士のやりとりが表現されていて、気持ちのいい世界でした。この世界の人たちみたいに優しく愛のあふれる感覚を持って日々大切に生きたいなぁと感じられる作品でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。